はい、27回目になります。今日は上がってます。今日も引き続き、4.4% ぐらいですね、上がってまして、662万と、これちょっと更新かけと670万と、今が745ドルで、これよりもうちょっと上がったところですね。15分遅れなんで、もう5ドル上のところでの数字なんですけど、まあ、プラス 4.8% と、やっとプラスに転じてきました。670万になったんで、700万まであともうちょっとですね。はい、こんな感じになってきました。それで今日はですね、今日の全体の相場は下げてまして、あれ、すいません、ダウが 23,294 ドル、まあマイナス655ドルと、まあまあ、下がってますね。これがまた出ちゃう。この黒いのがちょっと消えないんで、すいません。これ前変えたんですけど、ずっと残っちゃうんですね。あれ？これが消し方がわかんない。ずっとドローになっちゃうな。元に戻す。爪をクリア。ラインを書きたくない。これ書くことになっちゃうかな。はい、こんな感じでなってまして、マイナス672ドルと23,200円、だからこうちょっと下がってますね。まあまあ、いい感じに上がってきてたんで、まあ調整って感じなんですかね。これでまたキューってこうに下がっていくのかな。まあでもすごい下がるってことはよほどニュースがない限りないかなと思うんですけど、行ったり来たり繰り返すんじゃないかなって感じがしてます。自分の中では停滞期といいますか、こう何回かこうに打っていくような気がしますね。はい、でまあ今日の多分下げの原因は、第一四半期がテスラも22日に出るんですけど、5日後ぐらいに出るんで、え？ 5 日後じゃない、1週間後か。まあ、他のとこも、ぼちぼち多分、第一四半期は出るんで、その決算が、第一四半期の決算が多分悪いっていうのの、で、悪いっていうんで、多分下げてんだと思うんですけど、でも、悪いのは織り込み済みのような感じもしてるんですけど、単なるこう上げた調整による下げのような気もするんで、まあどっちかはちょっとわかんない。まあ小幅にこう上下するのかなって感じがしてます。でまあコロナウイルスの記事で、
利益になる株式と最大の利益がほとんどの企業とバイオテクノロジーとかですかね。まあでも分かんないですね。でまあゴールドマンサックスが上がるっていうことを言ったみたいで、ゴールドマンサックス自体はこれからマイナスはシナリオはありそうもないってことで言ってるんで、米国が再び景気回復後に感染症の急増を経験しなければ政策残者何をするというスタンスで株価市場が下落する可能性は低いってことで、まあ、リスクの低減、感染症の患者がもう急激に増えることがなければ落っこちる可能性は非常に低いと言ってるんで、いい感じかなっていう思うんですけど、まあこれここら辺の言葉ですね。ゴールドマンサックスの予測は本屋のようで両方向に利益が、本屋のようでってのはよくわかんないですけど、まあ、まあどっちでもあり得ると。ゴールドマンサックスは最大のマーケットムーバーの一つです。彼らが言うことはどれも正直ではなく純粋に自分の利益のためにマーケットに影響を与えるもの、こんなようなコメントもあるんで、まあどっち行くかなっていう感じですね。オンリースイングアズパッタズプロジェクト、これだと思うんですよね。パンプ&ダンプっていうのが、あ、そうか、あ、ちょっと思ってたら違うんですけど、風雪のルフトは有価証券価格を変動させる目的で虚偽の情報を流すことっていうんで、まあそれだと、まあゴールドマンサックス上がってもらいたいからだっていう、そういうコメントですね。まあ今の相場はちょっと読めないですね。どっち行くかどうかは方向性が定まってからはその方向に多分結構進むんじゃないかなって感じがしてます。でまあ今日のテスラのコメント欄は、テスラは中国で全てのモデル線予約の配車開始できるようになったら初めて、そのうち 12K 中国全土でこの車を1年間予約していて1万2000台しか売れなかったって、これはさ少ないって言ってますね。下がる、テスラの株価は冗談ですと。ここへ来て、まあマイナスに行くようなコメントも増えてきたのかな。
テスラはさらに高くなります。この企業はテスラの10倍以上収入、この会社はフォード、GM、フォルクスワーゲンを組み合わせた合わせたよりも高いし株価だと、これらの企業はテスラの10倍以上収益を合計し100倍以上の車を販売し数百億ドルの利益を生みましたと。10年間達成できない数字ですと、まあ、高すぎるってですね。あなたの考えは正しいけれど、まあ投資してる人たちはそんなの気にしないよっていう話ですね。コロナの前の日ってことは900ドルぐらいまで上がるってことっすね。はい、こんな感じですね。ダウジョーンズはコメントは、遅い。このウイルスの実際の名前は SARS-2 です。次は SARS-3、SARS-4、SARS-5、 ダウ5000未満に低下します、回復できませんと。まあそれこまでにならないですよね。失業率が発表されるんですかね、25、なんかとんでもない失業率みたいなんで、ダウはやはり弱気なコメントが多いですね。まあ今日はうんと下がってるんで、私は単なる調整だと思ってるんですけど、ここにバウンドして上がったんで、それのちょっとした調整に過ぎないと思ってるんですけど、遅いですね、すいません。はい、こんな感じで、うまくいかない。他のはマイナスは今日多いんです。アップルなんかも下がってまして、フェイスブックも下げてますし、 AT&T も下がってますし、そうっすね。はい、今日は基本的には下げの日で、まあテスラはそんな中頑張ってる感じですね。まあもう少し下げるんかなっていう、まあ調整だと思うんで、あんまりな、また戻ると思うんですよね。はい、そんな感じです。で、
今日の、あ、そっか、これで、ウォールストリート、今日は出来高について話したいと思います。株の出来高が重要だという話をしたいと思います。私が一番最初に投資したのがこのセントラル総合開発っていうこのクレアマンションっていうマンション作ってる会社でして、5年この会社の2016ってことはないな、2年前2016年、あ、これじゃねえな、あ、ここら辺ですね、ここら辺にでこう急上昇してると思うんですけど、ここの手前で買いまして、でここでまあ買った理由が PBR、PER がともに低かったんで、当時は PBR、PER が低い会社は割安だと思ってたんで、まあすごい低かったんですね。PER が4倍ぐらいで PBR が 0.5 とかそれぐらいだったんで、まあ純資産が株価の倍ぐらいあるようなそんな感じだったんで、でマンションの作ってるマンションも評判が良かったんで安くて上がるなと思って、ここで成り行き買いで全部200万ぐらい入れたんですね。ただその時は出来高が確か1日に1000万なくて、500万ぐらいだったと思うんですけど、そしたらその私が200万、1日の出来高が500万なのに200万一気に入れたんで上がったんですね。で高温に停滞してって、で急に上がったんで、上げのサインだと多分皆さんが他の投資家は思ったらしくて、私が200万入れてまあ 10% ぐらい上がったんかな。それでなんかそしたら一気に連鎖反応みたいに一気に上がっちゃったんですね。だからなんかこう思惑があるんじゃないかっていう、なんだろう急に上がったから多分それで出来高の急増したんで上がっちゃったんだと思うんですけど、まあそんなもんなんですね、株ってあまり理由ないんですね。だからたまたま出来高が少なかったんで、私の投入した価格200万でもそんだけ影響力を持ったってことなんですけど、だからよく株はギャンブルっていうかマネーゲームだって言うんですけど、あんまり理由ないんですね。だから私がこうに上げ200万投入したから、成り行きで買ったから、なんていうかな、急に上がったから上がっただけであって、でその後何にもないことに気づき始めたんでしょうね。そしたら急にこう下がっちゃって、私280円ぐらいの時買ったんで、それよりうんと下がっちゃったんですね。ここら辺なんかも200円ぐらいまで下がっちゃったんで、300円ぐらいで買ったんかな、よく覚えてないです。280円ぐらいで買って300円ぐらいでまた買ったんだと思うんです。
多分平均が300円ぐらいだと思うんですけど、でこう200円ぐらいは下がったんで3分の1下がっちゃいまして、でその後上がってってって感じですね。でまあトントンよりちょっと下ぐらいで、多分ここら辺で売ったんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな感じで、何が言いたいかって言いますと、出来高が少ないと、投入した金額で結構株価が影響を与えられるんですね。で、その場合に、その株の出来高が少ないのに上がった急増した、株価っていうのは下がるのも早い、十分な出来高が、ないのに上昇しちゃったっていう、私が投入した金額なんですけど200万ごときで上がっちゃうっていうので、まあ、その後どんどんガンガン出来高が多分上がってったんだと思うんですけど、まあ、出来高が少ない銘柄は出来高がなんていうかな、ちょっと入れただけで価格が変わっちゃうんで、その上昇っていうのは非常に弱いかなと思います。で今回は それに合わせて他の人がこういっぱい買ったんで、それ出来高急増したんですけど、やっぱり何もないことに気づいて下がるって感じでして、なのでまあそれで何が言いたいかっていうと、まずですね、出来高がこれまあ言っても1000万ぐらいだったんで、この銘柄は今も多分そんなないと思うんですよね。出来高が600万ですね。で株価が、出来高が600万とか少ない銘柄ですと、あんまり誰も見てくれないんですね。で株は美人コンテストっていうぐらいで、人気のある銘柄ほどは上がりやすいって言いますか、人気投票なんで、あんまり見向きされないんですね。600万ぐらいだと。なので、まあ、動きがあるんですけど、まあ、ちょっと動きも特殊ですし、最初にこうやるには難しい銘柄になっちゃうかなと思うんですね。なので、まあ、あんまり出来高の少ない銘柄は避けた方がいいかなっていう。避けた方がいいなっていう話をちょっとしたかった。出来高が少ないと、そんだけ、株価をこう上下させるのが少ない資金でできちゃうので、まあなんていうかな、すぐ下落してしまうし、そうですね。で、もうこういう停滞期も多分。停滞期になっちゃうと長いと思うんですよね。誰も見向きもしない銘柄なんで、株出来高が少ないのは、あんまり動きもないし、あと、もし儲けたとしても、売り抜けにくいっていうところがありまして、出来高が少ないと、売るに難しいんですね。ちょっと売ると板値段の価格の表が、値段株価がすぐ変わっちゃうんで、ある程度出来高があった方がいいかなと思います。で、まあそうですね。で、一概に言えないんですけど、出来高は、
出来高は少なくても1億割った方がいいです。で、できれば10億以上あるような、ある程度注目されてるような銘柄の方がいいです。で、出来高が少ないっていうのはそんだけ注目もされてないんで、なんていうかな、ちょっと普通の動きとちょっと違うような動きもするので、あんまりこうスキルの勉強にもならないですし、あと売り抜けにくいっていうのと、すぐ値段が変動してしまうんで、サラリーマンなんか投資するには難しいかなっていうのもあるんで、そうですね、出来高が少ない銘柄はできれば避けた方がいいかなと思います。動きも早いんで、まあでもそれで一発狙いで入れる分にはいいかなと思うんですけど、まああとは動きがやっぱりなんつってもちょっと普通の株と違うんで、あんまり勉強にならないかなっていう、個々の銘柄でちょっと違ってくるんで、得意性が高いんで、ベーシックな銘柄の方がいいかなって感じがします。そうですね、そうですね、まあやってみたら多分わかると思います。どういうことを言ってるのかっていうのは、まず注目されてない銘柄なんで、情報がまず少ないんですね。掲示板とかも更新頻度が少ないし、情報が集めにくいかったり、で株価が上昇するまでにすごく時間を要する場合もありますし、ある程度出来高が高い銘柄で方向性の決まってる、上に行くなら上に行くっていう方向性が定まってる銘柄の方が多分やりやすいかなと思うんで、最初のうちは出来高の低い銘柄、最初のうちっていうか後でも出来高の少ない銘柄はそんだけ放置されたりするので、やめといた方がいいかなと思います。最低でも1億とか10億ぐらいあった方がいいんじゃないかなと思います。まあやってみれば多分言ってることが多分わかると思うんですけど、まあ出来高がうんと少ない銘柄で、まあ一点集中で買って値動きが少しのあれですぐ動くんで、それでまあすごくこうボラティリティって値幅が高いんで、それでまあ勝負してみるのも一つかなとも思うんですけど、はい、そんな感じです。でまあじゃあそうですね、でまあここからちょっとテスラの広告というかそういった動画になるんで、もしだったらもう終わりにしてもらっても構わないんですけど、まあそうっすね、昨日寒冷地だったからあれ、まあ今日は耐久性といいますか、なんか事故った時にどれぐらい耐えられるかってことなんですけど、
まあ安全性も結構確保できてるってことなんでいいかなっていう感じです。なんかすごいこう見てるとよく考えられてる車だなって思うんで、本当に高い技術があるなっていう、何とってもこうよく考えられてるなって感じがするんで、であとやっぱりこれからの商品は材質っていうか、なんていうかな、こう知的財産みたいな、そういう商品じゃないと売れないっていうか利益は取れないかなっていう、物とか物質マテリアルにあんまりこうなんていうかな利益を取る要素がないんで、それだったら中国とかね安いとこで作らせて安く売るしかないんで、中国に普通に取られちゃうんで、これからのビジネスはとにかく知的財産って言いますか、特許権っていうか、なんていうかな、とにかく知識の集合体みたいな、そういう商品じゃないと売れないと思うんで、例えば Google みたいな、 Google も検索エンジンはもうどこの企業も真似できないんで、まあそういったもので、まあ他の中国なんか簡単に真似できないようなものじゃないとこれからのビジネスは難しいなと思います。ただこう昔みたいの単純作業の知的財産じゃないものとかは難しいと思うんで、利益は取りづらいんですね、ものとあれなんで。で情報とか、例えばユニクロの服だったらユニクロの繊維とか人件費にお金が払われるんじゃなくて、そのデザインだったり、あと変わった材質、なんだろう、ああいうヒートテックなんかのそういう知的財産って言いますかね、そういう技術に対してお金が支払われる世の中なんで、とにかくその技術っていうか知恵というか知識というか、そういったものが高いレベル、ハイレベルでこうそれが商品になってるものじゃないと売れないなと思います。売れないっていうか利益は取りづらいですね。他のビジネスでも多分そうだと思うんですけど、例えばシェフですと料理人だとやっぱりその料理人が出せない味みたいな知識の集合体なんで、そのレシピがやっぱりそこにお金が支払われる、そういうところにこう利益を生む要素が付加価値があると思うんで、そういうのの集合体の商品じゃないとこれからのビジネスは難しいなと。これからのビジネスは粗利が高くないとまず難しいなって思うんで、あと固定費が少ないビジネス、そういうビジネスモデルじゃないとやっていくのが、中国でいくらでもそういう生産する能力とかあるんで、ならそういうとこで儲けを出さないといけないような、そういうビジネスモデルじゃないとこれからの時代難しいなと思います。はい。じゃあ今日はこんな感じで以上です。はい、ありがとうございました。